当アノンちゃんです。グリーン担当のシバです。ブルーのミユキチです。レッド担当リュウくんです。オレンジ担当ニッシーです。ピンク担当アンちゃんです。ちょっと今回は僕からゲームを一つ、カタカナーシというゲームでございます。カタカナを使ってはいけないっていうゲームです。ここにあの3のマークが書いてあって、ここの表にすると6つあるわけですよね。こうやってファンタジー、ロマンス、ギャグ、ホラー、ミステリー、サスペンスであって、その中でこの3の文字ってことはギャグですね。ギャグをいかにカタカナ、英語を使わずに漢字とひらがなだけで説明する、でそれを当ててもらうゲームです。もしカタカナ、英語ですね、これを使うとと罰ゲームとして、あれがやだ、美味しいのがある、美味しいの、でこれを先に5枚持った人の勝ち。当てたらもらえるのね。当てたらもらえる。発言するときは手挙げたりする。ありやん。説明するとき以外もダメってこと。カタカナ出題者だけが使っちゃダメっていう。あ、そっかそっか。ということで、じゃあやっていきましょう。はい、いきます。見ちゃダメな、手挙げます。答え分かったら。とても難しい。この2番、こちらです。例えばですけど、番組とかで来てくれる人。分かった、ゲスト。すごい、すごい、すごい。待って、これ全部暗記してるとか。暗記してる、暗記してる。昨日と止まってるんだもん。はい、行きます。え、4番です。スタート。はい、葉っぱの飲み物、葉っぱのお茶。はいはい、緑茶。ブブー。あ、そっか、ジャスミンティー。はいはい、レモンティー。葉っぱです。葉っぱ。あ、葉っぱだけ。はい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 、ハーブティー。あ、正解。すごいすごい、ハーブティー。意外と早いのね。すごいな、うまいな、すごい。聞いたのこれです。1番です。お店をする人。はい、はい、オーナーさん。え、なんだよ。すごい、すごい。一番上もらっちゃう。これの4番です。スタート。僕らの、僕らのお仕事。はい。え、何何、バラエティ。はい。いい線いってる。はい。いい、当てちゃいます。エンターテイナー。テレビ。惜しい惜しい、もっともっと。ドラマ。正解。いやー。近ー。え、強いな。やばいやばいやばい。と、これの4番なので。電子機器。電子機器。授業で使う。はい。の。ん？の。はい。何、わかんない。キーボード。え、悔しい。え、正解です。僕が引いたのはこのカードの3番です。遮影機の。閉じる部分。は？はいはい、シャッター。正解。え、何？まず遮影機。え？何遮影機？カメラ。遮影機でえってやった瞬間買ったって思った。1番です。言葉の中の一つ。セリフ？
あ、アウト。あ、あー、あれだって。さすがにかな。アウトしよう。アウト。いや、あ、お召し上がりでーす。手出して。でも難しいもん。なんだよ。あーもう、あいや、惜しい。フレーズ。フレーズ。これむずいわ。冬になるとそこら中にある。はい。はい。クリスマスツリー。残念。はい。サンタクロース。残念。はい。そこら中にいる。何？もう俺のヒント聞く気ない？はい。え、今さ。はい。食べろよ。ミント、ミント。ああ、え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 
何味？もうわかんない。もうわかんない。どうするか。え、わかってんの？これ、もう臭い。臭い臭い。何味食ったの？雑巾。かわいい。結局、答えはアシスト。あー、アシスト出てこない。分かんない。アシストしてゴールね。あー、ユーラバイバイ。